はい、こんにちは。今日のね、おすすめ商品はこちらですね。非常にリアルなキャンドルライト型の LED ライトリモコン付きです。なんとこれがですね、1000円ちょっとですかね。で、購入することができます。こちらのリモコンは、こちらの水銀電池、ボタン電池が最初から入っております。購入しなきゃいけないのは電池ですね。この底に、単4電池3本だけは自分で用意してください。こちらがスイッチになります。オンオフで、はい、オンしました。こういった感じで、本当のろうそくの感じが味わえる、非常にね、この炎とか見てくれたら本当にリアルで、熱そうに見える、本当にリアルなろうそくですね。結構大きめで、いろんな使い方ができると思います。非常にこの揺らぎのこの炎の感じが出ててね、非常に、夜とか癒されます。大きさはですね、縦が11センチに、横が8センチというふうになっております。リモコンは4センチ、8.5センチというふうになっております。若干写真とね、リモコン違ってきておりますが、こちらが入っております。オンオフでちょっとやってみます。まずこの透明シールを抜きます。で、オフです。はい、オン。だいたい見通しがいいところで、だいたいまあ5、6メーターから10メーター、最高10メーター、10メーターまで離れることないんで、まあ6畳の部屋、8畳の部屋では十分操作できる、はい、距離ですね。はい、これを、まあ、ろうそく、キャンドルの方に向けられて、オフ。で、オンですね。ベッドサイドに置いて寝るときに、オフ。という風になっております。タイマーはついておりません。非常にシンプルで、癒される商品ですね。はい、こういった感じで、まあ中身は1個ですけどね。はい、こんな感じで、まあちょっとね、喫茶店とか経営してる方でも、まあテーブルにね、1個ずつ置くのもいい感じになるといった具合の商品です。まあキャンドルをこういった感じでね、熱を持ちませんので、はい、アレンジ次第ではこんな感じで、はい、間接照明や雰囲気作りに使えるといったものになります。はい、こんな感じで非常にね、雰囲気作りにはいいですよね。はい、こちらの商品、もう一度ゆっくり見せますね。ちょっと光の関係で。はい、ちょっとオフにして見せましょうか、作りを。はい、こんな感じで。実際炎はこうやって見るとね、あ、そうかと思われるんですけど、こんな感じで、はい、なっております。もちろんこのフィルムは取りますよ。今はわざとカバーをしてますけど、この透明フィルムは灰で使用してください。またちょっとね、ろうそくの匂いみたいな香り、甘い蜜ろうみたいな香りがします。そこがまた不思議ですね。この作られている成分のこの部分が、なんか匂いが若干ろうそくみたいな匂いがするところも素晴らしいと。非常にリアルに作られたキャンドルライト、LED キャンドルライトですね。こんな感じの楽しみ方ができるといった具合です。はい。まあ、お値段が1000、まだ確かめてないですけどね。1000円ちょっとだと思います。1100円までしないと思うんで、ぜひ、購入したい方は、こちらの LED キャンドル、はい、リアルなキャンドル、リモコン付き、本日のおすすめ商品です。Amazon のリンク貼っときますんでね。欲しいなんていう方は、雰囲気作りにいかがでしょうか。ではまたです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。最後につけて終わりたいと思います。ではまたです。さようなら。